ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。はい、月曜日になりました。今週はジャン君の9周年、ウィークということを勝手に決めています。何かというと9周年、9周年というと思いますけれども、お許しください。9周年、はい、9周年を隣で見ている人、ポンちゃんは何周年かな、4周年ぐらい経つかな。ポンちゃん6歳、6、じゃあ5周年ぐらいはいるってことかな。でも1歳8ヶ月ぐらいだったっけ。もう結構大人になってる。1ヶ月はジャン君だっけ、ポンちゃんだっけ。まあでも1歳以上は経ってたね。じゃあ4周年の後半ぐらいかなというふうに思っております。はい、ジャン君、ジャン君ジャン君、はい、今日も仲良しジャンポンです。あったかいね。はい、ホタテのおやつ。このドライ系は必ず食いつくもんね。うん、大好きみたいよ。美味しいか、ポンちゃん。美味しいね。ジャン君も。ジャン君ホタテ大好きなんだよね。大好きな顔。美味しいね。したー、かわいい、かわいい。ジャン君ポンちゃん、ちょうどいい大きさなんだよね、実は。本当だね、二人で入っていい感じだね。あったかそうだしね。うん、いいね。ポンちゃんちょっと見えない。そして毛繕いペロペロが。ちょっと明るくしてみる。ポンちゃん見えた黒い、あ、あ、見えた。ベロが見えたよ。ポンちゃんのピンクのベロ見えてるよ。さあ、カペを入れて下に敷いたらどうなるか、今度試してみよう。うん、ジャン君ポンちゃん、お休み中。